どうもこんにちは、モンブランです。2要素の続きをやってきます。いろいろなねミッションが解放されてきましたよ。なかなかね面白いです。このレベル21のサブミッション、邪悪の先触れかな、これ行ってみたいと思います。おっと、銅山様から仕事か。商人が出先で姿をくらましてしまった。それを探してくるんだな。霊石を扱っていた商人か。なるほどなるほど。まあね、ああいうミッション出るんですけど、要は敵倒してこいってことなんですよね、このゲーム。さあ行きましょう。まずはね、毎度のごとくお社に参ってちょっと位置が悪かったね。うん、開かない。こっちショートカットかな。こっち行けるところ行ってみよう。この奥かな。彼岸花、何使うんだ。うん、敵だ、見つかった。うい、はい。この王たちのね、中段構えのね、強攻撃ね、なかなかリーチが長くて楽だわ。はい、チクチク攻撃。はい、はい。斬新もね、忘れず使ってきます。どうもね、斬新、今回むずいですね。おっと、敵いるな。裏から回れそうだな。裏から背後を狙ってみよう。ヘッドショット。うわ、倒しきれなかった。追い打ち。ん、なんか刀を抜いた音がする。もう一人いる、気づかなかった。危ない危ない。銃も撃ってくるのか。待ち伏せ得意だね。おっと、どっかで小玉の声がするかな。小玉近くにいるかな。ちょっとわかんないな。いないな。この辺にいないのかな。まあいいや、少し先行ってみよう。うん、やばい、敵どこ。ああ、そんなとこにいた。はい、はい、と。いた。食らった。いた。スキルとかさ、武器効果で時々さ、敵倒した後に回復したりするんだけど、どれが効果発揮してるのかわかんないわ。おっと、狙いづらいよ。狙いづらいよ。あー、ずっと動いてるから狙いづらい。おっと、おっと、おっと。おっと、ホラガイ。一体ずつお願いします。あいつすぐ忘れてくれたな。さあ、狙ってみよう。いやー、ちょっと、あ、横方向に動き出した。くそ。当たんねえ。むずい。メットかぶってるしね。おっと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 、もう一人いた。あー、危ない危ない危ない。これは囲まれる。危ない危ない。一旦下がって。あれ、よく見たらメットかぶってねえな。俺の見間違いか。よし、組打ち。うお、強い。体力多いな。さっき銃撃ってきたやつ倒そう。はい、ヘッドショット、ナイス。まあね、なかなかヘッドショットも上手になってきたんじゃないですか。慣れてきましたよ。
さっきこの辺でホラガイになってた気がするけど、敵いないのかな。足音が聞こえるな。なんかズシンズシン的なことを言ってるな。大きいのがいるのかな、これ。どっちだ、右に行くべきか、左に行くべきか。わあ、左側何か強そうなやつがいるな。大きいぞ、右行ってみようか。もっと賊がいるの、賊が。あいつヘイトショットだ。うわ、動く敵はね、当てづらい。よし、ダッシュして追い打ちだな、これ。追い打ち。さあ、この先行くか？あれ、何？ドロドロしてんな。床よってやつ？床闇ってやつ？ああ、ちょっとこれまずいな。左攻めてからにするか。あいつ倒しきれるかな、これで。はい。当たんない。当たった。当たったけど全然だな。浮いた！何今、何投げた？よし、組1。このゲームは連射してはいけない。落ち着いて倒す。さあ、あいつもヘッドショットだ。できれば。お、効いた。効いたねー。さあ、こっちにおいで。何をしている？何をしている？うーわ！何？何？大砲みたいなの撃ってきたよ。くそ！うわ、危ねえ。野郎、波動拳持ってやがる。消極的な攻撃だけど。当たんない。よし、倒しきった。愚かなやつめ。攻めてこないからそうなるんだよ。おいと。あいつは何、霊石で変化しちゃってんのかな。妖怪化してるよね。はい。お、ガードした。チクチク攻撃、チクチク攻撃。うわ、バックステップで避けられた。いて、何あれ、何投げてきてんの。ちょっと飛び道具やめて。うわ、なんか槍みたいなの投げた上に波動拳打ってきた。こいつめ。よし、組打ち。うわー、あそこにドロドロいるなー。鬼だなー、あれなー。アイテムないなー。やだなー、怖いなー。ちょっと近寄りたくないけど、行かなきゃだよね、これ。うお、猿鬼か。これはもう慣れてきたよね。さすがに当たらない。ガチンカウンター。回復。いや、伸びるね。さすがにそれは当たらない。カウンター。ちょっとタイミング悪かった。なんかうまくカウンター取れなかった。カウンター、カウンター。全然ダメ。投げは、投げはちょっとダメよ。投げは下がっておける。はいはい。よし、はいはい。と焦ってはいけない。あとちょっと。はいはい。うん、慣れたね。やっぱ広いところで戦うことができれば負けないね。距離取ってチクチク攻撃で倒せるからね。こっちの奥は何あるかな。うおっと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 。段差があるとなかなかね、中段だと当たらないとかあってね、結構この作り込みがいいですよ。これは、あ、これショートカットだな。最初開けられなかった扉だ。
さあ、ショートカット開きましたよ。少しは楽になるのかな、これ。楽になるというか、ショートカットがあるってことは、この先ちょっときついところがあるってことだよね。ん？おっと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 、おー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 、弾転がってきた。さすがにそれは潰されんだろう。いや、すげえ、サイクロプスみたいな鬼が来ましたけども。ほい、ほい。おーおーおーおお、強そう。よし、カウンター。ナイス。うお、ドロップキック、減った。強い。うお、うお。すごいな、ジャガーノートみたいな攻撃だな。はい、いて。あ、これは単発攻撃ぐらいしかやりようがないな。カウンターカウンター、ナイス。カウンターナイスからの組打ち。カウンターもね、だいぶコツをつかめてきたんでね、少し準備しておいて待ってからボタンを押すね。そんな感じだね。判定も結構前も後ろも持続が長いな、これ。いや、何？ああ、あんなとこから投げてきて、あっち。おいおいおい、攻撃判定が広いよ。いい体。まったく。ん？どっかで小玉の声がする。どこだ、見えるかな、どこだ。あ、いた、小玉いた、小玉いた、あっちだぜ。もういないよね。さあ奥に進んでみようかな。こっちにはアイテムもないな。特にこれといってめぼしいものがないから、このまま階段登っていこうか。おっと、敵だ、敵いたな。俗だなあれ。ヘッドショット、ヘッドショット、あいと。うわ、強い。倒しきれない、倒しきれないぞ。あ、しかも回復した。やる、あいつ戦薬まで持ってる。はい。うわ、斧投げてきた、斧投げてきたくせに武器生えてきた。なくならないのかよ、あいつ。狙ってやがる、こっち狙ってやがる。あれ銃かな。ババーン。アイテムないね。お、ちょっと強そうな弓ゲットしたぞ。これ弓付け替えようか。これシゲフジの弓っていうのかな、これ。強そう。威発ってのも拾ったよね。これね、使ってみようね。お、他にも持ってんじゃん、威発。じゃあこれでスキル上げようね。侍スキル、常世払い天下。常世払いは取っておかないとね。回避行動でも斬新が成立する、これいいね。取っておかないとね。大太刀スキルも取れるぞと。うん、受けか。ガードの気力回復か。いいね。それで、あとは術スキルだね。ちょっとよくわからないな。雷の札。これ取っておくか。
お、すねこすりだ。この猫なんかすねこすりっていうらしい。はい、いた。猫かわいい。回転してついてきてる。普通に歩かないんだね。おっと、アイテムだ。いやー、これね、さすがに落っこちたらこれ死にそうだね。明日に敵がいるけれども、こっち行ってみよう。おー、明らかに鬼がいる。そんな感じだね。エンチャントしていってみよう。うお、これカラス天狗だな。天狗だ。どう見ても天狗だ。いた。飛んでくる。やばい、ちょっと減りすぎだろ。いや、危ない危な。飛び道具かよ。あー、でもなんかワンでこいつ戦ったことあるような気がするな。ワンにもいたような気がするな。はい、はい、回避。あ、エンチャントすぐ切れるな。はい、はい、よーし、倒した。そんなに強くなかったね。なんかこの部屋いっぱい箱みたいなのがあるな。箱取れるものがないのかな、これ。ほら、箱みたいなつづらかな。うわ、達成。え、今のがボスだったの。マジか。なんとなくやって終わってしまった。勝ててしまった。あ、開けれんのかと思ったら壊れた。全然取れるアイテムないです。全部開いてるわ、つづら。お金ぐらいしか拾うものもないな。いや、戻れない。扉開けれない。これもう出るしかない。これ達成。ほう、賊とあやかしは切ったが商人の姿はなかったか。あ、そういえば商人探しに来てたんだよね。もう敵倒すことで精一杯だよ。うん、どこかに逃げてったんだよね、きっとね。まあ、それはそれで良かったんじゃないでしょうか。いろんなね、アイテムは1回目のクリアでもらえるんだな。あ、また玉城が使えるようになった。カラス天狗の玉城、延期の玉城、サローニかな。これいまいちよくわかんねえんだよな、この必殺技。とりあえず装備しとくかな、これ。この技もね、使っていくべきだよね、この後。まあなんか右下に漂着コストみたいなの書いてあるんで、もしかしたらつけられない強さのやつあるのかもしれないけどな。右下の経験値もよくわからないし。